どうも、寺田です。ですね、最強ビール最強つまみという題名でやっていこうと思うんですけど、まあ、今回は最強ビールだけ。つまみ、これだけなんで、からし明太マヨ。これだけなんで、まあ、これ最強かっていうと、まあ、そうではないかなっていうことで、ビールだけ紹介しようかなと。オンザ、クラウド？なんて読むの、これ。オンザ・クラウド。合ってる？スプリング・ベリー・バラ・ブレ・ブレワ・ブリューワリ、ブリューワリか。ワンウェイ便ということで、これのですね、製造元、キリン・ビール株式会社。キリンが出してる、まあ、おしゃれなビール。ビア・イズ・メイド・オブ・ライフ・ビア・イズ・フリー。どういう味か書いてあるかな？特に書いてないですね。5%未満。アルコールは5%未満と。詳しい商品情報はこちらの二次元バーコードから。なるほど。すいません。ちょっと待って。ですね。まあ、さすがにちょっとあれです。はい。よくないでしょう。紹介は。なるほどね。内容は、これです。フルーティーなホップが豊かに香る。華やかに香るか。スプリング、ん？これ、じゃあギリギリ入ってないやつか。厳しいな。スプリングバレーブリュワリー。スプリングバレーブルワリーが提唱するこれからの時代のためのスタンダード。大麦に加え小麦を使うことで醸し出される柔らかさと、ネルソン・ソーウィン・ホップと、上面発酵による、白ワインのようなフルーティーな香りが楽しめます。誰でも気軽に楽しめる爽やかな味わいと、華やかでみずみずしい香りが明るい気持ちにさせてくれます。ということで、これしか書いてないな。アルコールは5.5、5%未満って書いてあるじゃん。苦味の強さは23、よくわからない。麦汁の濃さは13ということで、こんな感じと。香りはとにかく高いよっていう、まあ、酸味も若干甘さもあるよという、重さはないよっていう感じですね。苦味はないよっていうことですね。若者向け。これ、とりあえずこれはすごくうまそうに見える。さあ、じゃあ飲みますか。飲んじゃいましょう。紹介、ビールの紹介も終わったところで飲みます。まあね、ただ単純に、このビール早く飲みたかったからこの動画を撮ってるようなもんなんで、紙コップ。色はこんな、ちょっと飲みますね。こんな感じですね、色は。なるほど。これはね、売れる。これは売れるよ。これは売れる。ただ、発売してるところは、まあ、少ないんだと思うんですが、これは、すごいぞ。これはすごい。何がすごいかっていうと、苦味がない。苦味がない。旨味はある。旨味もね、若干薄いんですが、苦味がとにかくない。苦味がないのはビールと呼べるのかっていうところ。まあ、呼べなくもないんですけど、ちょっとあれですね、物足りなさは半端じゃないですね。そして、からし明太マヨ、いただきます。
特に紹介するほどのものではないですが、美味しいです。はい、美味しいです。うん。こういう大きな柿の種ですね。うまっ。ビールうまっ。まあビール糖の評価は低いかもしれない。だからビールってえぐみが強いものが評価されてたりするんですよね。うん。うまっ。ちなみにこちらの辛子明太マヨは、こちらにある、宝禅寺あられっていう名前で、売られてます。はい。美味しいです。まあ、このビールと比べたら見劣りするんですけど、美味しいです。美味しいことは確かです。うまい。うん。なんかビールじゃないな、これは。なんかワインのようなうんぬんかんぬん言ってましたよね。うん、ホームページに書いてあるのは、爽やかな味わい。うん。華やかでみずみずしい香り。が明るい気持ちにさせてくれる。白ワインのようなフルーティーな香り。うん。すごい、合ってる。新感覚だな。新体験。ビールとしてうまいかっていうと微妙なんですよ。苦味が、いや、ゼロとは言わないけど、ビールと思って飲んだらゼロだわ、これ。だからビール飲めないっていう人にとっては爆発的な人気になると思う。いや、よく作るよね、いろんなもの。このビールがいつ開発され世に出回ったかはわからないんですが、調べればわかるんですけど、いろんなものを作りますね。素晴らしい。地ビールとはまた違うな。うん。まあ、いい表現をするなら、上品ですね。今まで飲んだビールの中で一番かもしれない。まあ、うん。上品っていうのは、ビールにとって褒め言葉じゃないかもしれない。ビール飲めない人はこれ飲んでみたらいいかもしれない。うん。これうまい本当に。苦味がないから。苦味から来るえぐみもないしね。いや、ゼロじゃないんですけど。いやー、うまい。
ビールとして飲んだら、あれだね。新しい飲み物だね。新しい飲み物。苦味を、まあ、かなり薄くした。これはうまいよ。いいもの飲んだって感じがする。こんなんでいいかな。もう一種類出すかと思ったんですけど、もう一種類出すか。ただ別の動画がいいよね。別の動画にしよう。ということで、まあ、今回紹介したのはこちら。オンザクラウド。オンザクラウドっていう商品ですね。スプリングバレーブルワリー。パッケージもおしゃれですね。とても。でもまあ、ビールに見えない。ビールにあんまり見えない。ごちそうさまでした。こちらをですね、また買うかっていうと、買うと思います。これなぜなら、こちらのビールは、あれですね、唯一無二に近い。そうですね。だから、まあ、このビール飲みたいなって思う時がいつか来るんだと思うんで、その時は多分買うと思います。はい。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回の最強ビール、最強つまみもよろしくお願いします。失礼します。